番のユニコーンライオン、そこからハウツイストワール、そしてそこからはボッケリーニが来る。その直後には3番ベルトライゼンで残り400を通過、そしてそこから14番のダノンベルーガ、それを追って15番シャフリヤールが来た。そして最内をついたベルトライゼンでオーストユーバーレーベン、残り200を通過、直後にベラアズルト、さらにはデアリングとかも突っ込んでくるが、先頭はそこから15番のシャフリヤール、ベルトライゼンで間割ってベラアズール、ベラアズールゴールイン、ベラーズールやりました。さあスロー4艇、 G2 第9回レディースチャレンジカップ、いよいよ優勝戦4対2の進入スタイル、インコースから1番、2番、3番、6番アウト、4番、5番です。スタートしました、コースタート踏み込んだ、5コース、6コース、4号でバリア、6コースから5号で中村、コースタート一気稼いにまくってか、1号艇抵抗した高田、それを見て空いたところを5号艇中村桃香切り込んできました。大外から一刀両断、5号艇中村桃が先頭、レースを作っていって4号手森谷2番手、内をついた2号手細川3番手、最一切り込んだ6号手鎌田4番手か、1号手高田3号手板口、11レース優勝戦はスタートを正常です。中村桃が突き抜けました、ホームステッチへ、2番手は4号手森谷が出し出ればワンツーか、3番手2番手2号手細川ですが、ですが上の体系54キロ体制になりまして、これから2周回目です。インと5コース成功しちゃいました、6コースから見事でした。5号手中村リーダー5点審査、2周1番から旋回です。5号手中村が21番からの旋回からバックストレッチへ、そして2番手のクリア、4号手レースを崩して4号手森谷、3番手は2号手ですが上位の対象ターンマークに向かっていきます。5号手中村もからスタターンマークの最後直線コースで第9代レディースチャレンジカップを制します。2番手は4号手森谷、2号手細川、3番手優勝戦守るゴール、おめでとう。先頭5番の中村もか優勝のゴール、2番手4番の森谷がゴール、マーカント3番手ゴール、1番高田は4番手のゴール、6番鎌倉、3番田口が。レディースチャレンジカップ優勝戦は後輩と、中1レースの払い戻し金はご覧の通りです。夕暮れ時にはなりましたが、絶好のレースコンディパー中村桃香が勝ちました。香川支部がこのチャレンジカップも制するか。カードは4号艇平本です。絶妙なコーナーワークを見せつけました。5号艇篠崎も徐々にリズムが上がってきています。6号艇深谷は6コースです。第25回チャレンジカップ優勝戦、インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました、好スタート、4コースからトップスタート、4号艇平本、2コースから2号艇の西野、インコース、おっといってバウンドして流れたか、1号で先に待っていた1号で山口切り込んだら2号でしろ、最内切り込んだ5号で篠崎ということになりました。篠崎が1号で山口を捉えにかかってラップ状態か、外は6号で福谷、アウトコースは2号でしろ、後方ですが3号での片岡、4号で平本、12レース優勝戦はスタート正常、それでも引きちぎりました1号で山口、一のリダーから旋回、そして内をついた6号で深谷が渾身、見事に一気に逆転成功、6号で深谷が先頭、1号で山口2番手に交代、3番手は2号で浮上した、西野となりまして2周回目に入りますが、先頭2番手の転換ですが2点審査、1周2マークの逆転、6号で深谷が先頭、2周1マークの旋回です、6号で深谷に1周2マークの旋回からバックジャッジ、打ちをついた1号で1本取りません、先頭2番手の転換ですが3点審、4点審査、先頭6号で深谷智弘、そして2番手
3コーナーから2センターへと向かっていきます。正攻法8番の酒井は少し誘導と距離を取りました。4コーナーを回っていきます。さあ誰からレースを動かすのか、3番車の新田が動くのか、いやインコース、5番の新井がスーッと上がって3番手関東勢の後ろへと位置を上げようとする。2番の郡司は新田を警戒しているようです。現在は神奈川コンビが守護番手、6番手以降の北4車さあ上がっていきます。いよいよレースは動いた。2コーナーからバック、さあ3番の新田雄大が先頭に立とうというところ鐘が入ります。さあ8番の酒井はどうする、出られた、ここは突っ張り切れるかどうか。さあ8番の酒井は現在番手、1番の平原は9番の森沢に絡んでるんですが、森沢は新山の後ろ離れません。さあ3番の新田の後ろ、8番4番平蔵がついていく、5番の新井は現在は最後尾。さあ2コーナーからバック、ここで4番の新田発進で、そして2番の郡司、6番の原、神奈川勢が猛追加、9番の森沢は新山との距離が離れている。さあ迫ってくる2番の郡司、公平振り切るか、4番新山、4番の新山公平、バルサローナ対ゴルのゴール、自らの力で駆け上がり、そしてラインの絆で勝ち取った。